引力みたいに惹かれ合うパネルがあるなら迷わず選んでいいと思うよ。そうな相手だね。運命に負けないで。悪とはてめえ自身のためだけに弱者を利用し踏みつける奴のことだ。悪とは敗者のこと、正義とは勝者のこと、生き残った者のことだ。家庭は問題じゃない。弱そうな相手だね。応援しているよ。なんだ、磁力を操っているのか。モハメド・アブドゥル、あなたが生きていたというニュースは本当だったみたいね。炎の生物戻ってこい。マジで炎の生物探知。残念だけど死んでもらうわ。焼き尽くしてやる。俺は残念だけど死んでもらう。残念だけど死んでもらう。
ジシャンズネット。勘で黒焦げになればいいわ。残念だけど死んでもらうわ。戻れ。こういうこと。死んでもらうわ。やっ、自己調子。地獄を貴様にエルトゥユー。このビジネスの子供が私の磁力からは逃げられない。ごゆっくり。マジシャンズネット蒸発させてくれる。くらえ、クロスファイヤーハリケーンスペシャル。ゲームオート。リタイア。俺には鉄をも溶かす炎がある。クリアしたパネルで全体の3割かな。先はまだ長そうだね。これだね。シークレットミッションにも挑戦してみてね。サポート効果はあなたを助けてくれ。全身から鉄の匂いがする。体重51キログラム以下の女ではなさそうだ。ディオ様。いえ、偽物ね。魅力を感じないの。ラウンド1。残念だけど死んでも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 。恐竜だ。残念だけど死んでも。残念だけど死んでも。何想像してんのさ。ディオの手は無駄だ。無駄だ。反応はできるか。恐竜の動体視力。腹の底から玉見ろ。このビジネスの子供が。
私の磁力からは逃げられない。ごゆっくり。今クリアしたパネルで全体の3割かな。これだね。この出会いはきっと運命だ。いい報告を待っているよ。貴様、たかが食事の分際でこのカーズに立てつくつもりか。究極生物だ。くだらんな。ラウンド1ファイト。新しい誕生祝いだ。消えろ。待っておれ、お前の。どこで。どこで。ジェニーの親はこの俺様で、あきわらのところと思うよ。この手の笑いが出てしょうがねえ。ゆっくりと歩いてさ。お前の毒は、この男だよ。あいつもできないな。ゆっくりとトリプルしてくれるわ。ゆっくりと取ってやる。俺は死なぬ。アモンだよ。俺のところと思うよ。今やさまいかの笑いが出てしょうがねえぜ。アモンだよ。ほら、よくも操り使え。かわせはしない。私の口の中は暗黒の空間になっている。粉みじんになれ。たわいもない。邪魔者は必ず仕留める。ラウンド2ファイト。皆さん、意識を何ゆっくりと取り戻してくれ。意識を腹の底からたまみろ。スカッと爽やかな。俺は悪いのは出た。サモンだよ。お前フリー。手によってやる。意思かな。お前はこれで手を取り手によってやる。嫌だ。あれの弾手によってやる。消えろ。お前の手柄ではない。何嫌だ。殺してやる。俺は死ぬ。
この出会いはきっと運命だ。サポート効果はきっとあなたを助けてくれる。華僑院はこんな時に意味のないことをする男ではない。なぜあんな方向へ。ジョセフ、
次はお前だ。ラウンド1ファイト。まさか空流じゃ、こういう利用法もあるのじゃ。チップパープル、まさかオートチップパープル、現着ダメ押しに、今じゃこういう利用法もあるのじゃ。おいてますます健在というところかな。ラウンド2ワーミットパーファイト。ギュッシャドウシャドウだ。やっぱりオーバードロップ、オーバードロップ、オーバードロップ、ディモールだ。ホイチップ、一つチャンス。クリアしたパネルで全体の3割かな。先はまだ長そうだね。さあどうぞ。目当ての報酬は見つかった？応援しているよ。平穏が好きか。私がそれを与えてやっても構わないぞ。君次第だがな。なんだね君は。トラブルなら遠慮したい。帰ってくれないか。ラウンド1ファイト。戻ってこい。吹っ飛ばす。やっぱ速い。ダメ押しにもう一本。一つチャンス。ちょろいぞ。こんなバケなんだ。一つチャンス。ちょろいぞ。なんだ。これだ。どうだ。壁押しにぶっ飛ばす。開く。開く。さあ。なんだこんなのだ。こんなのだ。開く。どうだ。さあ。まさか。空気だ。ワールド。空気だ。空気だ。マヌケだ。ストレイキャット、防御してくれている。ダムダムダム。この嫌い押しか
陰に運は味方してくれている。どうして吹っ飛ぶ恐怖してしまう。こんな戦わざるを得ない。どうだ、飛ばす。ザワールド敵を止まれ。肩をつける。ロードローラーだ。今クリアしたパネルで全体の3割かな。ついてきて。この出会いはきっと運命だ。運命に負けないで。何を言っても通じないんだ。もう僕を取っ取れ。よし、エコー！
前犬好きの人間みてえだしな。今クリアしたパネルで全体の3割かな。先はまだ長そうだね。これだね。シークレットミッションに挑戦してみてね。サポート効果はきっとあなたを助けて。仕留める。
シルバーチャリオット。よしはしない。あの世が黙ったのさが、くわー、どうなった。あの世の底から黙るのさが、使った爽やかな笑いまで異常がねえ。あれはどうでか。リタイル。ジョースターども3人をこれ、クリアしたパネルで全体の3割かな。先はまだ長そうだね。いつでも戻ってきてね。